今回はダンジョン飯。小さいマルシルが可愛すぎた第19話。に対するネットの反応を紹介します。ではご覧ください。今回も戦士リをいやらしいアングルで映しやがって、ライオスが活躍する回は本当独創的で面白い。この人、パプリカみたいな夢診断まで守備範囲なの。文系最強主人公では。ナイトメアの表現めちゃくちゃ良かったな。マルシルのモノクロの夢の中で、狂乱の魔術師が持ってたあの本だけカラーなの。より印象的になって良かったな。井筒みにゃん参戦。猫耳猫尻尾が可愛すぎる。マルシルの悪夢がモノクロ演出で表現されて深みを感じた。カラーに変わるシーンは神がかってた。エルフの長寿命ゆえの苦しみが滲み出てて、作品の奥行きを感じさせる妖怪だった。首脳のとこにいた猫ちゃんは置いていかれてたわけじゃなかったのね。猫ちゃんのくちゃらーなんか癖になるな。マルシルの話からするに、狂乱の魔女に頼るか、狂乱の魔女の持ってる魔導書を使わないとファリンはもう、ナイトメア意外と美味しそう。そういえば、キノコを好き嫌いして覗けたことよりもスプーンの使い方の方を先に突っ込んだんだよね、戦士。生き物のつながりを重んじる戦士としては、そっちって思ったけど、なんかあるんだろか。今回の話で一番ヤバいのはファリン云々でごまかしているが、井筒みの体に興味津々で大興奮してるライオス。ダンジョン飯漫画連載前の告知ですでに井筒みが書かれてたらしい。マンネリ防止で作られたキャラとは違うんだな。ルックスで他人から期待される振る舞いが違ってくるからそれに合わせてしまうのかも。シュローはファリゴンのこと思いっきりエロ目線で見てたし、あれよりかは猫娘の方がサイズも姿形もマイルドじゃねえかな。まあシュローはもともと好きで人間だったファリン前提でおっぱい見てるし、いろいろ妄想してたところに実物見れたからあの反応はわかるわ。猫娘とは単純比較できん。夢の中でライオスに辛辣な言葉を浴びせ、ファリンを見捨てるし支えする父親。これはライオスの劣等感が見せる幻影で、実際にはとても子供思いの人なんだけど長男には全く伝わっていない。ガイド本を読まないとわからないのが少し寂しいよね。というわけでガイド本のアニメ化希望。井筒み、ガチ猫ちゃんなのすごく可愛い。マジで井筒み作り出した黒魔術師えげつないことしてる。もっともライオスには性欲のある描写がまるでないよな。ライオスの欲求を満たすのは魔物なのかもしれんな。ナイトメア界かなり満足度高いアニメ化だった。モノクロの画面もいいし肖像画が印象的。劇版も合ってるし演技もいい。そしてマルシルは可愛い。やっぱ猫耳って可愛いわ。ヤニ猫ですら可愛いもん。背景の絵がマルシルに起こった出来事を表現してるので情報量が多い。井筒み全からだけに覆われてるの良いよね。耳毛もピンピンだし。戦士が怒った。食べさせるのは好きだけどマナーが悪かったり食べ物を粗末にするのはやっぱ許せないのね。でもかなり冷静に舞鶴の式神を対処してるのかっこよかった。ライオスとマルシルが目覚ましたご。でっかいモフモフがいるのに誰もそれに触れないのめちゃ怖い。面白かった。夢のモノクロからカラーになるところ好き。マルシルかわいい。いい夢になってよかった。よく考えたら、ライオスはナイトメアが枕の中にいるって分かってたんだから、夢に潜らず最初から食べてしまえばよかったのでは？井筒み確か強いらしいから、あんな式神一人でも楽勝だったんじゃない？最後のアサリ加えてるマルシル超可愛い。あざといよな。アサリではなく、死んならハマグリじゃないかな？ナイトメアのどこがドラゴンなの？意味わからないんだが。シュローはあんだけ黒魔術ダメ。って切れときながら自分のところでも猫耳忍者合成してるじゃんよ。シュローんとこに来る前の話だから。井筒みを合成したのは黒魔術だけど首にかかった呪いは黒魔術ではないよな。違うよ、ノウム系に似た舞鶴さんとこの呪術。猫の短い毛をサワサワするのが好きで猫のお手手とか触るんだけど、結構良さげなポイント多いなこの子。毎回きっちりトレンド入りして以来。そしてようやく井筒み合流。猫娘だった。可愛いから良いじゃん。それをどうにかしたくて、呪いかけられてるのに逃げてきたのか。よくこんなジャジャウマパーティーに入れたね。ある意味保護されてた感すらある。夢の演出いいな。オープニングの夢の演出と繋がってるよね。
ライオスはマルシルが疲れてることに気づいてたし、めちゃくちゃ優しく声かけてたから、人間に全く興味ないってわけじゃないんだよな。ただ、モンスターへの興味が異常に高いだけで、今週も安定の戦士、セクシーショットが、マルシルの魔導書といい、モズクズの聖書といい、本は打撃系の武器なんだな。当たり前のようにやってるけど、夢だと分かってさえいれば、身内を潰すことも自分を別のものに変えることも躊躇なくできてしまうとこがライオスのやべえとこよな。今週のマルシルも可愛すぎる。子供のマルシルも叱ることながら、楽しそうに夢を語ってナイトメアを食べるのめっちゃ可愛い。イズツミはお泳ぎ悪悪変色汎用猫耳忍者少女という盛り盛り設定なのに、あざとさを全く感じさせず、でも可愛いという奇跡のキャラデザなので最高。原作を読んだ時のイメージではイズツミの声はやや低めだったけど、神戸光子さんの声は可愛らしくていいね。夢の中がモノクロからカラーへと変わる演出も良かった。ナイトメアの話は後の伏線が多くて、ようマルシルとライオスの会話も重要になってくるんだよな。マルシルさんに訴えるライオスさんはかっこいいですが、ナイトメアを食べるところは彼らしいです。敵に殺されかけながら相手の武器の解説をしてる戦士に増えた。今更だけど戦士ってずれてる。ライオスは気候気味とはいえ、ちゃんと主人公してるよな。ライオスがマルシルを死体は見慣れてるだろとか説得してて、やっぱりライオス頭おかしいと思った。枕からハマグリ出してたけど、つまりあれ知らんうちに湧いてたってことなんだよな。普通に考えるとめちゃめちゃキモいしおぞましい。ナイトメア編はもう少しだけ尺が長いとよかったが、構成上仕方ないな。かなり駆け足だったせいで間がなくて恐怖感が足りなかった。悪夢は1話丸々使って欲しかった。ちょっと駆け足感あったかな。マルシルのお腹の上で眠りたい。井筒に仕込んだ呪術は舞鶴の独断なのか否か。あの術首脳にもかけてたからな。もしかしてしつけの一環なのかもしれん。井筒に食わせる飯を作ってる時に、食材のキノコに足みたいな目が生えてたけど、あれって何か重要な伏線なの？ダンジョン内生えてる植物菌類はすべからく魔物の妖精の可能性があるのか、もしくはダンジョンの魔力で変化するのか、どちらなのか。ニブチンのはずのライオスが夢の中でマルシルの感情を当てまくってたの。お前ら的には違和感なかった？どう解釈すればいいのだろう。ライオスは普通に推理力は高いぞ。他人の心が対象になることが少ないだけで、意識しないとそこまで気が回らんのだろ。魔物絡むとやたら鋭くなるライオスが前回あったばかりだぜ。戦士のパンツをサブリミナルに挟んで視聴者をホモにさせようとしてる。貝にかぶりついてるマルシルちゃん可愛すぎる。今回はダンジョン飯、小さいマルシルが可愛すぎた第19話に対するネットの反応を紹介しました。この動画が良いと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。